今度は半分はもしもち、半分は一番小さいのを作ります。はい、これを6等分します。6等分っていうのは結構難しいんですね。半分に割って3つにするか、3つにして半分にするか、半分にして3つですね。大小があっていいですね。小さいところにやるやつは大きい小さいがあって、よいしょ、あ、これはちっちゃいかな。もしもちにします。もしもちにするには棒を使います。